名言ヒストリーのお時間です。お相手は私虫眼鏡と偉人のりょうさんです。りょうさんは今年女抱きしめればあったけえよという名言を残し流行語大賞にノミネートされた偉人の方でございます。よろしくお願いします。1,2,3,4,5 L チキ買ってくれ待って誰もいなくなっちゃった待ってあーやべえブラがついてる。うざすぎるうざすぎるうざすぎる VR ブレット。はい。なんか誰か。あれ？まあ、ロイヤルブレットすげえな。何これ？ちょっと待って、うわ、うわーペラペラだ。ダメだよ。ペラペラなんだけど。まあ、うわ。ペラペラはこれ元々だよ。深い。だからお前本当にさ、普段からチンコいじるじゃんなんか。これもうロイヤルベッド足全然入ってこなかったし、もうそれは食べなくていい。レモンがなくなったんでライブに変わりますっていう。みんな集まってください。集まって今シーン半分埋まりましたんで集まってください。この後投げたら俺の人間なんだよ。何で撮ってんだ。集まってください。飲む食べたい飲む食べたい。おい小さすぎたらふざけんな。早く並んでください。友達を呼んできました。お二人のところごめんね確認なんですけど、はい、お二人になられてますか。一応確認しておかないといけないんで、まあご覧の通り、お二人になられてる方が、はい、何のために太られてるのかもアンケートでなんだよ。そうですまして太りたくて太ってるわけじゃないし。え今何と太りたくて太ってるわけじゃない。いや俺もね痩せたい気持ちはありますけど。そうだなら痩せればいいじゃん。うざいじゃんこいつ何やばいややめろやめようよ。もう一回これまだ料理できるもん。これみんなに食べればいいじゃん。全然無駄になんない。じゃあさすがに全部のコストを申し訳ないのでちっちゃな肉じゃがを食べよう。全部こうガンガンガンっていってちっちゃな肉じゃがを胃の中に作ろう。ガンおおしっかりいくね。うわっガンガンあーあーまあまあまあうわうまくねえ。うまくはないな。それはもう肉の素材が悪いだけじゃん。あ、右あんまりこれ肉じゃがの完成です。俺らの胃の中にあるものは同じだもんね。そういうことだね。ということで僕の気になっていたことは大間違いでした。料理はした方がうまい。そりゃそうだろ。いやでもねそれに気づけただけでも。いや、遅えよ。人類の歴史なめんな。まあ、歴史を再確認するという意味でもね、料理の素晴らしさが分かりましたので、ね、本当に料理がうまい奥さんが欲しいです。間違いない。そう。よろしくお願いします。お願いします。なんで花嫁募集されるの。もし俺らが将来食うに困って、これできない襲ってきたら怖いだろ。お前らが食うのに困ったら俺が食わしてやるよ。自分の醜さが怖い。危ないな、俺らのおっさんの心だったかもしれないな。そうだな、この世で危ないものにいらないかもしれないな。ゼロ円だろうが、なんだろうが金かけた方がよっぽど危ないしな。戦争をやめた方がいい。ラブ&ピース、平和に生きようじゃな、客観視